皆さん、こんばんは。中西由里です。今回も、偉人、敗北からの教訓の収録の後に、放送の中でご紹介できなかった、こぼれ話を紹介していきます。引き続き、歴史作家の伊藤淳先生とお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマは、この人物でした。はい、日野富子 まあどのあと北条政子に並んで日本三大悪女と言われている女性なんですけどもあの伊藤先生あのこの日野富子を語りたい偉人として前お話しされていたのでもう念願の 人物だったというあの時はねそういう、えーまあ、敗者とかね挫折したっていう感じのイメージじゃなくてただ語りたいということで挙げてしまったんですけどやはりですねこの日野富子の功績というのを全く無視して悪女のイメージというのをずっとルフしてますんでね、はい、それを払拭したいという思いは強かったですよね確かに本編でいろいろお話を伺っていても、えー、いや悪女どころかあの室町幕府を本当に、うん 影に日向にこう支えていた人ですし、自分の中こう私利私欲で動いている感じではないですもんね。うん、この人に関しては。全くその通りだと思いますよね。はい、やはりあの非常に、えー、歴史の流れ、まあ、歴史のですね、大きな流れの中で、えー、実際の、えー、実像がですね、かなり改ざんされてきたなと思いますね。 でやはりあのお金というのが卑しいものみたいに、えー、そういう風潮だった明治から昭和にかけての価値観には非常に合致していなくてですね、うん、そういった偏見に満ちた、えー、そういった固定観念というものがですね、えー、持たれていたですねことだったと思うんですけど<ー>やはりあのこの日野富子自身はですね室町時代中期というですね貨幣経済が非常に発展してきたそういう時代の申し子だったんではないかなと思いますよね。 まあ財政テクニック、えー、財テクすごいですもんねすすごいですね富子さんの、うん、まあでも考えてみたらあの幕府とかあの吉政は使っちゃうわけですよね富子<ー>は使う使わずにそれを運用していったということで、えー、非常に多くの財をですね、えー、蓄積することができたわけですよね。なるほどだからお金を貯めるだけじゃなくて資産運用ができた人というところで富子、はいね、のすごさがあると思うんですよね。 朝廷への援助とかですね。えー、あのー、あとはまあ幕府の方にですね、運用資金を、えー、財政的に支えたりとかですね。だそういった意味ではケチじゃないんですよ。使うときはドンと使えるっていうですね。<laughs> 使うべきところをちゃんと見極めて,って、うん、そうですね。だから本当にこう。 室町幕府を支えた人ですし、えー、あのそれとまあ引き換えに行って言ったら <laughs> おかしいですけれども、はい、まあ本編ではあの息子の義久との関係性に一番注目していくんですけれども、うんはい、旦那さんですね。義政こ、はい、この人の人とは 伊藤先生どう評価されていいますかいやこの方はでですすねね本当ちょっと問題児なんです、ね、やはりですね、まあえー、政治とか、まあ、訴訟沙汰そういったものもですね全て丸投げなんですね他人任せでその時に、まあ、あの自分の一回出した命令にも、えー、矛盾に気づかずですねあじゃあそうしろみたいなことを平気で行うんでその、えー、そういった判断力とかそういったあの前後の矛盾しているということを意識せずにまた命令を下す裁定を下すっていうことがですね応仁の乱をですね助長させてる。 捨てたということは間違いない事実だと思うんですよねま、富子はどちらかというと大人の乱を終結に導いた人ですけれども、ええ、吉政は大人の乱を長引かせてしまった人という感じですか、ねそ,ね、そういう言い方もできますよね<ー>うん。そうそうそう 夫婦なのに難しいですねまあただですねさ政も将軍になってしまったから不幸だったわけで、はい、え実際さ政が好きなことをやらせていたら一流だったと思ううんでですすよねそうですねそやっぱりこう銀閣寺を建てた人物ということで、うん、あの浸透していると思うんですけど、えーうん、確かに銀閣寺のたたずまいとか本当に美しいなと思うので、はい、すごくこうセンスのある人物だったことは間違いないですよね、うん、もうその通りだと思いますね。 あの金閣寺の方は3代将軍の義満がまあね金にあかせて作ったみたいな形で言われてますけどまあ当時室町幕府もピークだったんで財力もあったということで金閣寺作れたんですねでそれに対して8代将軍の義政はえまあそれに対する変化のようなね変化というか返す歌ですよね形で銀閣寺を作った。 それが非常に質素で,です、ねえー、なおかつその非常に威厳のある姿、えー、そういうものを作ったということで,です、ねえーまあ、時代を反映しているなというのは文化人としての義政の評価みたいなものもあるんですかね。えーうん、政治家とか えー、武家の棟梁というよりもですねそういった築堤家とか建築家というものに向いてたのは間違いないなですよね義、ね、政みたいなこうそういうセンスの持ち主でありながら、うん、それを発揮できる仕事に就けなかったっていうのは、うん、ちょっとかわいそうかもしれないですねやはり義政っていう人間は自己完結で仕事をすることが好きだったと思うんですよ。うん 誰かにもうあの政治のほうが投げちゃってますけど全部、最初から最後まで自分1人で自分の作品として作り上げたいという<ー>それクリエイター向きだったと思うんですよね<ー>、うん、今みたいに、ね、職業がこう自分で選べる時代だったら、うん、適性のある仕事につけますけれども、えー、当時はもう、ね、将軍になってしまったらもう仕事を全うするしかないですからね。 それでも早くや、ね、めて自分の趣味に没頭したいから弟の吉見を、ね、え次の将軍に据えてみたいなことまでやってますけどね、はい、まあそれが結局翌年に自分の息子が生まれてしまったということで墓穴を掘ってしまって<ー>、えー、乱が長引いてしまう一つの要因になってしまうわけで、まあ、本当に何ていうんですか間が悪い男というのがやっぱり吉政みたいな存在がいたからこそあの室町時代の東山文化がこう、うん、花開いたという側面もありますよ、ね、ありますよね。 うん、これれが天下大平でであれば、ね、吉政全然悪いい将軍じゃないわけですよところがもう乱の最中の将軍だったということが彼にとって不幸ですよね。うん、しかもその、えー、原因の一つになってるということですからね。まあ、非常にあのこういった教訓から考えていくと適正というのはすごく大事だなと思うんですね人にとって。やっぱり義政のように自己完結の仕事が向いてる人っているんですよ組織で仕事するよりも。 そういう人にはやっぱり自由にですね。まあ、例えば建築家もそうですしね。えー、まあ、デザイナーとかですね。まあ、イラストレーターとか。えー、まあ、もちろん僕がやってる小説家って仕事もそうですけど。うん、自己完結性が高い仕事をやらせてあげれば良かったなと思うんですね。<ー>そのが彼にとって幸せだったなと。うん、一方の妻の富子は。うん むしろその組織の中でどう自分が立ち回るかとか、うん、全体的なことをこう俯瞰して見ることができる人だったのかなという気がしますね。でですね組織の中でも振るる舞え人よ非常に経済感覚にもたけてましたし政治ということに関してもですねいろいろまあ朝廷との調整とか諸大名に対するですね調整っていうのはすごくできてましたからそういった観点から言えばあの組織の中で生きられる人間だったと思いますよね。 本編ではトミ子の子育てで犯してしまった敗北というところに焦点を当てていくんですけれども、うんうん、一番注目してほしいポイントはどこででしょうかうか、ん、そうですねまず、えー、大事なのは今おっしゃられたようにですね、えー、トミ子とですね、えー、旧大将軍義久。 この親子関係というのがやっぱり非常に密なものがあってその密なものがゆえに破綻していったえこういったことを注目してほしいんですけどその背景にあるのはですねまあ時代背景ですよね室町時代も中期に入ってですねいろいろこの室町幕府というのも構造的な問題を抱えてたつまりですね守護大名たちに支えられた連合政権であるがゆえにですねえまあ非常に将軍権力が小さかったえまあ弱かった。 ということですよね。吉、うん、政の時にそういった矛盾が噴出してったわけですね。またですね。主要大名とですね。あの政権の中枢にいるま技量、そういった人たちの利害が一致しなくなってえ。それがまた大きな乱の要因になるさらにですねえ。守大名の家督争いが絡んでくるということで、そういった意味で混沌の中で応仁文明の乱は進んでいったわけですね。はい、うん。まあ、そういった時代背景にも。はい 注目しつ,つ目しし一体トミコが何に悩んで、はいえー、まどんな失敗をしてしまって、はい、そこからまあどんな人生を歩んでいったのかというところ注目してほしいですねさあ、皆さんは日野トミコにはどんな印象をお持ちでしょうかぜひコメントもお寄せいただければと思いますここで予告 VTR をご覧ください大乱の室町を財政で支えた日野トミコは優れた才覚を持ちながらもなぜ我が子を立派な将軍に育てきれなかったのか そうせざるを得なかったというところが悲劇なんですね良しさを余計に自信のない人間にしてしまう歴史的失敗に学ぶ偉人敗北からの教訓日野富子は11月25日土曜日夜8時放送ですお楽しみに土曜夜8時放送ですぜひご覧ください さてここからは偉人敗北からの教訓こぼれ話のコーナー企画偉人勝利からの教訓の時間ですこのコーナーでは偉人の敗北ではなくて勝利や成功の部分にハイライトを当ててそこから学べることは何なのか先生と一緒に考えていきたいと思います、はい まあ正直あの日野富子のことはあのまあ番組で扱うまでまたあの先生からいろんなお話を聞くまではあんまりよく知らなかったんですよね正直なところ。中でもその先生から見て一番ここがまあ功績だろうというのはどこでしょうか、うん、あやはりですね、えー、この「応仁文明の乱」を収束させたという点が富子の大勝利のポイントだと思いますよね。 これだから応仁の乱の原因になったみたいな伝わり方も結構してるじゃないですか逆なんですよね、逆なんですね,すね、えー、さほど原因にはなってないと思いますよ、はい、むしろ終わらせようとした人しかも武士じゃないですから、えー、軍勢持ってないわけです、はい、そこでじゃあどうするかということで発想の転換を行ったということが重要なんですね。はい でえー、じゃあどんなこと、まあ、京都の近辺にみんなこう軍勢を駐屯させてるわけですね守護大名たちがで彼らはどんな問題が生じてたかというとです、ね、非常にお金がかかるわけですね、えー、そこに富子、えー、は注目して、えー、それを解消させるには何が必要かという観点からいい、えー、いろいろ、えー、施策を練っていったわけですよねそのまあお金で物事を解決できるっていう発想って、えー <laughs> あんまりこの時代より前聞かなかったんですけど結構トミ子新しい発想だったんですね。これこれ新しいいと思まさに天下を買った女なんですけど <laughs> まあそれによって室町幕府は一時的ですけど安定を見るわけですよね。はいうん 財宅というかそのお金を貯める、まあ、あるいはその資産運用していくみたいな発想って豊ご、うんはい、自身もそのどこで学んだのかなと思うんですけど、うん、どこからそその着想でたんですかねおそらくですね、まあ、あのお兄さんの日野勝光と一緒にですねあの当時言われた禅門と言われている禅寺 禅、はい、寺があの土葬やです、ね、酒屋というです、ね、あのいわゆるあの町のサラ金を使って、えー、いろいろ離職していたというのを注目して自分たちもそれに倣ってです、ね、やっていこうとお寺がそういう役割をやっていたんですか、えー、信用がありますからお寺ってだからお金の貸し借りみたいなそういう、まあ、元締めみたいなことをや、えー、お寺がやってたということですね禅寺だけじゃなくて比叡山や興福寺といったあの大手の寺もやってたんですね。 それで彼らは非常に、まあ、あの蓄積資産を蓄積して今でいう銀行みたいな役割もしてたんですね。それだったら富子だって室町幕府の信用っていうのありますよね曲がりりにも。はい、そういった看板がありますから、えー、自分たちもやってみようっていうそういう発想だったと思いますよね。で、うん、でもやっぱ頭いいいすね、まあ、そこにここにうう気づけたというところが <laughs>、えー それもやはりこの時代的な数勢いわゆる家庭経済が発展してですね貨幣が行き届いてきた、えー、という時代背景があったと思うんですね、うん、これがだからもう少し前の時代だったらなかなかやりたくてもできなかったできなかったですよううそんな貨幣がないですから物<ー>交換の時代でしたからはこのトミ子の勝利から浮かんでくる現代の私たちに通じる教訓というのは何でしょうか、うん、まず今お話したように発想の転換ですね。 発想の転換なんて簡単じゃんってみんな思うかもしれませんけどこれが難しいんですまずあの固定観念にみんな囚われてるんですよですからなかなかこういう形であの発想転換するということは難しいまあ、つまり軍勢には軍勢がいなかったら対抗できないだろうこれ常識ですよねそこからいかにえ逸脱できるかこれビジネスの世界でも非常に重要なところだと思うんですよね,すねう伊、ん、藤先生ありがとうございました、はい さあ、偉人敗北からの教訓こぼれ話では、視聴者の皆様から伊藤先生の質問、そして番組へのメッセージも受け付けています。どんなことでも大丈夫なので、ご覧の動画のコメント欄、または BS11 の番組ホームページで皆様のご意見、ご質問お待ちしています。そして、偉人敗北からの教訓は毎週土曜夜8時、全国無料テレビの BS11 で放送となります。ぜひご覧ください。 そして YouTube でお楽しみいただける偉人敗北からの教訓こぼれ話も合わせてチェックしてください毎週火曜日配信ですぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますでは伊藤先生また次回お会いしましょう、はい